ちょ、みんな邪魔しないでね。その辺うろうろしよったら埋め立てるよ。ほい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。じゃあ今回はこの旗近くで見たら綺麗やね、なんか。お、あっちに。ということで、L か。L だな。見えねえ。おう、アイラ様。またこのようにアイラ様と生活できるなんて夢のようですわ。しかし、アイラ様は竜を倒すという重大なお仕事を持つ身。心身ともにお疲れになることが多いはずです。私でもできる限りお力添えさせてくださいね。相変わらず優しい。そこでです。そこでなのです、アイラ様。このラートームの町に素敵な教会を作っていただけませんか？お、教会ができる。まあ、シスターやしね。私は、リムルダールの地で、病と戦う中で、目を覆いたくなる光景をたくさん見てきました。私は、何も今更、神や精霊に力にすがる気はありません。ただ、戦いに疲れた人々が、一時でも安らぎを得られる場所があると、良いと思うのです。お願いです、アイナ様。設計図通りの教会を、この町にお作りください。アイナ様、教会に必要な女神像は、実は私が考えてきたんです。なんだか少しお恥ずかしいですが、作り方をお伝えしますね。デザインしたってことかな。教会の設計図を手に入れた。お。女神像をひらめいた。優しい微笑みをたたえた女神の像。なるほど。あの場所かな。この跡がすごい気になっとるけんね、私。じゃあちょっと。とりあえず。あ、やっぱり形ぴったりや。どの辺？この辺か。はい、ファサ。え、置けませんけど。ん？置けませんけど。あ、壁。ちょっと待って。あの壁が邪魔だ、ここの。じゃあちょっと怖っ。なんてことだよ。こんなところで命の木の実、命の木の実じゃない。こんなところで草花スコップを使ってるんじゃないよ。は。じゃ、この辺の壁をとりあえず一旦取り払って、まあまたどうせ後から取るんだろうけど、この辺までやった。ここまでか。ちょ。はいはい。よし、壊した。で、これで置けるはず。どの辺だよ。あ、この辺？ん？合ってる？合ってるね。はい、ファサッと。オッケー。で、どうせ地の壁でしょ？地の壁？城の壁地でしょ？うん、合ってる。じゃ、この辺に。はい。ポン。はぁ、間違えた。はい。無駄なことを。はい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 、いい感じだよ。いい感じじゃねえわ。しかも下を壊してしまった。はい。これで、あ、あと一個置けるんか。はい。んー、じゃあ、これも置いとこっか。城の壁。はいはい。お、そこに置けない。置けた。はい、オッケー。んで、あと、城の壁、地。あっち。と、城の壁。ほい。でもこれ多分地が足りないから、一旦作っておこうか。城の壁、地。あ、あと、ん？作れねえ。鉄のインゴットね。大丈夫、大丈夫、足りる。よし。違う。これで、城の壁、地。足りるかな？もう一回分ぐらい作っとこっか。普通に城の壁ならいっぱいあるんやけどね。ちょっと地になったら、急激に全然ないんだ。ああ。よし。はい、城の壁、地。よいしょ。これで、ああ。一個飛ばしてしまった。はい、オッケー、いくよー。こう、囲いを。
ちょ、みんな邪魔しないでね。その辺うろうろしよったら埋め立てるよ。あ、もう早速そこ踏みつぶして、んで、城の壁。え、これって2段か。あ、壊すところだった。あぶねえ。よし、これで、ちょ、斜め、オッケー。よくあっこの斜めをね、私忘れるけん、ちょっと気をつけておかなければ。よし。なんかこの、一旦壊して作るっていうのがすごいね、めんどくさいよね。んで、ん?城の壁っち、あ、あっこの真ん中もいるじゃん。ここにも城の壁っちいる。はい、オッケー。で、壺3つ、魔法の扉1つ、食材1つ、おしゃれテーブル1つ、クッション椅子2つ、木のベッド6つ、ん?ベッドが置いてある。教会か、これは。え、てか食事処もあるじゃん。教会なんですか、これ。女神像1、レンガ料理台、収納箱。なるほど。じゃあ、とりあえずちょっとあるものを、あ、ごめんね。エルなんか作ってくれてるのか。作ってくれてるのはありがたいんだけど、壊します。ごめんね、ちょっと今できるまで待とうかなと一瞬思ったんだけど。あ、収納箱も持っていこうか。はい、収納箱。いろいろとぶちまけられたけど、肝心の収納箱持っていきよらんかった。やべえやべえ。はい、でこれをレンガ料理台。はい、ここ。これは上。ちょっと早めに扉をつけとこうか。じゃないと、エルが作りに来てくれない。なんかいろいろ作りよるね。もう、アイナ様、教会の建設は順調に進んでいらっしゃいますか?このような時にこのようなお願いをして心苦しい気もしますが、人探しは武器や防具を作るより、あなたにはこの方が合っている気もします。ビルダーだからね。アイナ様、素材や家具を集め、設計図通りの教会の建設をお願いします。頑張ってるよ、今。だからちょっと放っておいてくれないかい。こっちでなんかあったかな?作るもの。あ、食材。青い油が一つ。青い油が一つ。で、木のベッドが6つ。6つ。何個作れる?あ、作れない。毛皮が5ついる。太い枝もなくなりそうやね。ちょっと作っとこ。作っとこじゃない。取りに行こう。青い油もいるんやね、結構。で、おしゃれテーブルと、クッション椅子。これ、毛皮がいる。で、あとは、あとは大丈夫なんかな。作る。あ、魔法の扉。あと、女神像がいるんやったよね。女神像、ないぞ。え、まさかのこっちですか?魔力を込める感じ?私、普通にあっちで作るんやと思っとったけど。あ、あった。女神像。はい、オッケー。結構揃ってきたぞ。なんか会話しよる。なんかすごい似合わん二人やね。似合わんというか、すごい性格合わなさそうな二人。んで、あ、なんか拠点を狙うモンスターが、そこは穴開いとんよね。ちょっと危険かもしれない。なんかいきなり入っとるけど。なんか続々と入っていきよるけど。はい、扉。レンガキッチンが完成した。ちゃんと部屋として認識してそこで作ってね、料理。ちょっと私は、いろいろと材料を、足りない材料を取りに行くからさ、誰が引っかかった?ん?なんか戦いよる、めっちゃ戦いよる中で。じゃあとりあえず、弱い敵ばっかりやけん、石の剣ぐらいでいっか。めっちゃ来た、骸骨。はいはい。んで、ちょっと、この辺、お、初めて白いつぼみ。取ったことなかったっけ、私。はい、青いつぼみ。青いつぼみじゃない、混じった。青い油。そして、配信の一撃。毛皮を収集。あ、太い扉じゃない。太い枝もね。もう何を言ってんだ、私。やべえ、やべえ。はいはいはい。やめてね。太い枝と青い油と、あと毛皮。毛皮はその辺を歩いているか?なんかちょっと暗くなってきたような気がしないでもない。
いらっしゃらないのかな。あ、毛皮、あそこ歩いてるね。毛皮、あ、そのいっぱいいるじゃん。イエーイ。イエーイだけど、こいつ茶色いから違うぞ。全く違うぞ。ちょっとそっちそっち。そっちの毛皮さんたち。なになになに、破壊しないでくれる？はい、毛皮さん。はい、毛皮さん。ちょっとやめてよ、弱いくせにさ。はい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 。ちょっと君怒るよ。あ、なに今の、こけたこけた、かわいい。超バカにしてる。で、その辺にもいるね。オッケーオッケー。おい。おいおい。おーし、オッケー。これぐらいかな？君は違うんだよ。はい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 。あー、もうなんかすごく、暗くなってきた。ちょっと待って、一旦寝るね、私。一旦寝るねはいいんだけど、正直あれなんだ。ちょっと方向がわかんなくなったんだけど。あそこか。こっち上がってくる必要なかったな。なんかいっぱい群れで襲ってくる。ブラウニーが襲ってくる。寝るねはいいんやけど、私ちょっと自分の、なんか落ちとる。卵。自分のベッドを用意できていないので、ちょっとごめんね、お姫様、寝まーす。貸してもらいまーす。いいでしょ、私が作った部屋なんだから。全然姫様変異専用じゃない。あ、とりあえずこれで足りるかな。まあ作ろう。こっちで食材、食材1個。あ、5個も作れた。んーで、あとは、あ、木のベッドね。木のベッドが今1個作っとるけん、1個しか作れない。全然足りてないじゃないか。え、ん？私、毛皮結構取らんかったっけ？気のせいかな。あ、太い枝が足りてないんか。なるほどね。じゃあちょっと壺の方を作っていこう。壺が3つ。あー、ホイヤープラム足りないじゃないか。じゃあちょっと一旦。太い枝だけかな、足りんの。毛皮は足りているんだろうか。まあ、とりあえずじゃあこの辺を、この辺を伐採して。なんか一個のベッドにつき3本の太い枝が必要やったと思うけん、結構いるんやね。そして、その辺に大木槌たちがいるから、まあ、毛皮をむしり取ろうと。はいはいはい。さあ、どんどん私に毛皮を与えるがよい。はい、そこね。うおう、反撃。でも大丈夫やもん。さ、そこのスライムたち、私に油を与えなさい。よし、オッケー。これぐらいかな？もうちょっと枝いる？ちょっと私の相手してよ。こんぐらいかな？骸骨が来た、骸骨が。はいはい。まあ、こんなもんで作りましょうか。よし。私を追いかけてきたら死ぬよ。ちょっとみんないるから話しかけてしまいそうになる。ここで、あ、こっちはもうないんか、作るもの。こっちか。作る。で、食材作った木のベッド。3個。足りるんかな、これ。で、壺。壺が、あと一つ。はい、オッケー。じゃあ、とりあえずこれを。あ、女神像飾ってないじゃん、私。壺を、ここに、ポン。ポン。ポン。なんか守ってる。で、女神像があそこ。1、2、3、4、5。あ、ベッドも足りとるね。ということで、女神像。壺は置いた。食材を1個。そして女神像。
女神像と、あと何、あ、ベッド。ベッドを、まあ、5個とも。そして、女神像を作ったよね、私。女神像を1つ。てか、生肉さ、手に入れたけど、全然何も思いついてくれないんだけど、あれはなんか役に立つんだろうか。あ、そうだ、クッション作ってないや。よいしょ。そして、食材上。そして、ベッド。はい。こっち側から置けばいいか。はい。これでみんな寝れるよ。ちょっとエル邪魔かな。はい、これでみんなの寝床。そして、あとは、あっこに、椅子を2つ、置けば、よろしい。ちょっと私がちょっと埋もれてるかな。クッション椅子を2つ。あ、これは作れるね。オッケーオッケー。はい、作った。おじいちゃん同士話しよるやないか。で、クッション椅子を仕掛ける。はい、仕掛ける。オッケー。できた。これ、教会なんかな。なんか祈るような席もないんやけど、ここ食事するとこやろ。ここで作って食事して寝る。教会ではない。びっくりした。むつ減った。アイラ様、教会を作りくださったのですね。ありがとうございます。これで人々が安らぎを得られる場所ができました。ところでアイラ様、実は少し気になっていることがあるのです。この世界は悪しき魔王竜王に戦い挑んだとある若者が、味方になるなら世界の半分を与えるという竜王の誘いに、はいと答えたことで生まれてしまった世界だと言われています。最悪よね。はいって答えるなよ。しかしアイラ様、なぜその戦士は竜王の誘いに乗ってしまったのでしょう。でもその設定を利用してこういうのをね、作るっていうのすごいと思うよね。私、伝説の勇者の血を引くその戦士は自らに課せられた使命をしっかりと果たし、そのまま竜王を倒していれば自分自身が伝説の勇者になれたはずなのに、その戦士はまさか本当に世界の半分をもらえると信じたのでしょうか。私はルビスが与えた責務に背いたその戦士のことがどうしても気になります。もし今もどこかで生きているのなら一度お会いしてみたいものですね。おお、そうでした。実は祖父から預かってきたものがあるのです。お、元老王様、回復力の高い薬の製法をお教えします。どうか来たる竜王との戦いにお役立て、竜王との戦いにお役立てください。クエストコンプリート。赤い宝石。お、世界中の薬をひらめいた。お、マジか。世界中の歯から作られた飛薬、力尽きた時全回復、持てるだけで効果がある。ありがとう元老は。やったね、世界中手に入れました。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。これでやっと姫様だけじゃなく私たちの寝床が、教会で寝ていいのかどうかわからんけど、患者おらんけんいいよね。